つかはいつ。いつかはいついつか。かはいつ。いつか、いつか、いつかって何日のことですかっていう多分質問です。何日の5日。おー、おい、素晴らしい。それはもちろん。8日は。8日8日です。おー、すごい。クモン習ってたんで。クモン。数字は得意。合ってんか、クモンで金払った金だ。合ってんかそれ。割り取れてんか。足し算とか出してみてください。足し算。2桁の足し算。2桁いきます。14たす22は36。おお。じゃあね、そう、王がもうバカれへん。王がバカれへん。バレへん。インタクには多分バレへん。結構得意なんですよ。2たす42たす82は124。おお。123じゃないですか。42たす82ですよね。はい。じゃあ僕が間違えてますね。なんやねん、あいつ。雲行った方がいい。雲行った方がいいっすね。紹介しますよ。紹介だよ、ね、ウリュウ先生のところ。大人になって雲を紹介されるの嫌や。じゃあここまともに誰。いやむずいよなね、勉強ぶりやな。勉強って難しい。国語が苦手でした、国語が。伊原もめっちゃアホやろ。俺、道徳苦手。ああそれは別にもう、伊原も世間に分かられてるからね、それは。誰が一番アホなんやろな。だけどめっちゃ僕おもろいのは、高校の時野球やってたんですよ。で、野球やってて、うん、それでなんか大学の面接で大学入ったら何しますかって言われたんですよ。はいはいはい。でだから僕はこの大学に入って必ず野球でこの大学に貢献したいですって言ってたんですよ。気づいたらアメフト部に入ってたっすよ。何それ何それ何それ。何も嘘ついてる。ちょっと怖い話。ちょっとめっちゃ笑顔やけど怖い話。楽しい。え、怖い話じゃない今。しかも気づいたら新人賞取ってたんですよ。怖っ。すごっ。それでやめたっす。何それ。何やそいつってなれへんの。そのアメフト部で。え、アメフトの試合見てアメフトやりたいとかなったんですか。いや、特になくて、うん、試合いいな。いや、なんか普通に野球がそもそも上手くなかったんですよ、はいはいはい、僕は。だからもう本当に高校野球3年間スタンドだったんですよ。おー、そうなの。メガホン持ってたんですよ、ずっと。はい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 。で、何かやろうみたいな、うん、俺だけどスターになりてっちゃんねーと思って、うん、いやだけどアメフトやったらボール持って走るだけやけやれるくねーかなーとかも思ったりしてたんですよ、うん、そうそう、意外と言われたんですよ。おー、すごい。そうそうそう。足とか速かったんでしょうね、多分。ああ、意外と速かったかもしれない。身体能力が高いんや。いや、そんなことはないんですけど、うん、びっくりしたっす。野球とか僕もやってたんですけど、ボールとか、 なんかバットとか道具を使って道具飛ばすっていう。確かに。そう、職じゃないから。確かに。難しいですよね、うん。野球めちゃくちゃ難しいですか。へ、考えたやつ意味がわからない。そう。バリハンチやん。ベースボールアンチ。僕の友達もう一人いるんですよ。あの野球やってたやつが、同じ高校で一緒に今仕事やったりしてるんですけど、はいはいはい、その人が言った、うん、マルト昔、うん、マルトタイで、うん、高校時代の野球の話してますよ、うん、あいつも3年間スタンドなんですよ。しかもちなみにあいつは練習試合も出たことないんですよ、3年間に1回も。で、それそいつが丸に言ってた衝撃の一言は、うん、野球ってそうやって団体スポーツで楽しいよねって言ってたんですけど、うんうんうん、丸がそいつが言った一言が、うん、丸は野球に出会わんでよかった、丸は野球に出会わんで羨ましいなって言ってた。自分が分かってるから笑いすぎる。めちゃくちゃやもん。何でもええやん、じゃあもう。いいとこほんまに。何でもいいんです、これ。この人何でもええ。何でもいい。最強やもんな、ほんまに。時間があるから言っちゃうよ。時間がしんどいよ。いやー。マジ、銀太を嫌いやつ、変なやつや。うん。いや、おもろい。いやいや